こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は1万ドルから3万ドルへ売り上げアップするのに、補充が追いついてないというご相談があったんで、それについてちょっと解説します。補充をずっとしてますが、思ったより間に合わない気がしてます。このままインベントリープランニングの補充を最優先にすればいいですかというご質問なんですけど、1万ドルからね、ずっと売り上げ伸びないと、このままだと年末に3万ドルいくんでしょうかという質問なんですが、ちょっとね、質問内容を確認させてもらいました。補充は追いついてるけど伸びてないのは他に原因があるのかという意味なのか、あるいは単純に補充が2週間以内できてないのか、どっちでしょうかと、ね、補充が2週間以内できてないということですか、それとも補充はできてるけど売り上げが増えないということですかでしょうかと、質問したらね、補充が2週間以内に間に合ってない方が多いですと、できるだけ早くやってますが思ったよりできてない気がしますということなんで、これね、売り上げある程度増えてくると、扱ってる商品とかね、1日にできる作業の時間なんかにもよるんですけど、この会員さんね、ちっちゃなお子さんを育てながらね、取り組んでますんで、時間はそんな取れないと。そうなってくると、補充が追いつかないなら、例えば月10個売れてない商品からは撤退して商品数を絞るという手もあります。月1000円売るとして、100種類の商品を10個ずつ売るのと、10種類の商品を100個ずつ売るのとでは、10種類の商品を100個ずつ売る方がカート取得上有利です。いずれにしても補充が追いつかないのはもったいない状態です。補充すれば売れて利益上がるのに、補充できてなきゃ当然売れないということになりますので、もったいないです。補充が追いついてない場合はすぐにご相談ください。